気持ちいいぐらいに吸いますよ。ミリミリランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。今日はこちらのミニハンディクリーナーレビューしていこうと思います。読み方わかんないんですけど、ブリッジなのかブリッジなのかわかんないですけど、付属品はこんな感じ。車でも使えるし、家でも使えるし、オフィスでも使えるし、ペットにも使えるし、で USB でチャージできるしという。さあオープン。はい、こんな感じです。これが本体なんですけど、これ、おしゃれじゃないですか。めちゃくちゃおしゃれ。掃除機には見えないですよね。割とこう重量があるというか、本体重量 465g なので、見た目はすごいね、軽そうなんですけど、持つとしっかりと重量感があって、そんなにずっしり重いってわけじゃないですけども、まあ掃除機ですからね、それなりに中に機械が詰まってるので、ただ見た目はすごいおしゃれですよ。掃除機、ミニハンディクリーナーだけじゃなくて、ブロワー、ダスターですね、エアダスターとしても使えるし、布団の圧縮袋とかの電動ポンプとしても使えると。ここが蓋になってるんですね。こんな感じで外れます。はい。で、前はこんなになってます。付属品ですね。こんなホース、ノズル、ここにつけて、はい、これで使う感じですね。ブラシなんですけど、ここがですね、こんな感じで、伸び縮みしますね。このブラシのここの長さ、これをね、調整できます。で、使うときは、本体のここにセットして、はい、こんな感じで、こう使うってことですね。これはあれかな？圧縮袋のポンプのときに使うのかな？真空スロットということです。圧縮袋のときにこれをつけてやると。収納袋も入ってました。いろんなところに持ち運びすると思うんですけど、かなり余裕のある収納袋になってます。USB で充電できるんですよね。なので、コードも入ってました。USB Type-C です。初めて使用する前にフル充電してください。ここが電源ボタンがあって、長押しして起動。1回押すと停止。はい、で、ここにですね、USB ポートがあります。なので、はい、USB をつないで、まあ、こういうポータブルバッテリーとかからも充電できます。はい、今ね、充電してますが、充電中はこんな感じでですね、赤いランプが点灯します。約4時間でフル充電されて、使用時間が15分ということです。充電電圧 DC5V、充電電流 1500mAh、定格パワー 80W、リチウムバッテリー 7.4V、2500mAh、サイズが 65×65×215mm ということです。ゴミはですね、ここから出せるんですけども、ここにですね、はい、こういうヘパフィルターっていうのがついてます。で、ヘパフィルターっていうのはゴミとかハウスダストとかそういうのを取り除いて、綺麗な空気だけを排出してくれるというものになってます。こちらのヘパフィルター、これはですね、水で丸洗いできるということなので、清潔に使えますよということですね。では実際にいろいろ使ってみたいと思います。はい、充電が満タンになるとこのように緑色のランプに変わります。これで今、フル充電できました。はい、今フル充電できたので、実際に使ってみたいと思います。ミリミリランド。じゃあまず先端にノズルを取り付けます。そしてここがスイッチですね。おー、強い強い。で、こっちからスイッチが出てます。で、一回押すと止まる。押しただけだとスイッチ入んないようになってるんですね。スイッチ入れるときは長押しだから、誤動作防止ですね。間違って押しちゃってもこうつかないようになってます。これはなかなか便利ですね。音は結構します。で、結構ね、今手当てただけですけど吸い込みは良かったです。はい、じゃあちょっと実際やってみますよ。塩、コショウ、ガラスープの素持ってきました。じゃあ塩からいってみましょう。はい、塩をね、こんな感じで、あとコショウもちょっとやってみましょう。塩、コショウします。塩、コショウ、少々。これで吸うかどうか。おお、ちゃんと吸ってます。おお、ちゃんと吸うわ。ガラスープの海流、これもちょっとやってみましょう。料理動画じゃないんですけどね。はい、これも吸うかどうか。気持ちいいぐらいに吸いますよ。じゃあちょっと見てみましょう。
はい、この中に吸ったものが入ってます。おお、入ってる入ってる。はい、こんな感じでゴミを取り出すことができます。これはいいですね。勢いよくね吸いましたよ。で、こういうゴミはね、これはもう水洗いできるということなので、この辺もいいですよね。で、このヘパフィルターでちゃんとこういうゴミとかハウスダストとかキャッチして、で、ここから吐き出す空気はきれいな空気だけを吐き出しますよということなので、衛生的に使えるということです。みるみるランド。はい、では布団の圧縮もやってみたいと思います。こちら100均で売ってる布団圧縮袋に、この羽毛布団、これをですね入れてみましょう。はい、じゃあこれね、パーツをセットして、で、これをここに入れて、そうですね。ではスイッチ入れます。ゴー。おー、しぼんでるしぼんでる、しぼんでるしぼんでるしぼんでる。はい、こんな感じでふかふかだった布団が圧縮されました。これはいいですね。はい、布団の圧縮もちゃんとできました。みるみるランド。はい、それでこのエアダスターなんですけど、空気を出す方ですね。で、エアダスターなんですけど、これは主にですね、ここから空気出るので、こういうパソコンの、例えばキーボードの中に入ってしまったゴミとかを書き出すのに役立ちますね。これだとちょっと分かりにくいので、後でちょっと外に行って実験してみたいと思います。はい、では外にやってきたんで、ダスターの威力どのぐらいあるのか実験してみたいと思います。はい、じゃあこの辺やってみましょう。はい、落ち葉みたいな軽いやつだったらなんとか吹き飛ばせるかなっていう感じです。今車の方にやってきましたけど、これね、車の中で結構ね活躍するんじゃないかなと思います。車内のね、こういうとことかが結構汚れたりするんで、はい、こういうとこ掃除してみましょう。綺麗になりました。これはいいっすね。あとね、こういうメーター周りとか、あとね、このドリンクホルダーの中とかね。いや、いいですね。これやっぱりね、車ですごい使えます。じゃあね、先端、はい、こっちを、このホース、これも結構使えるんじゃないかなと思いますよ。ホースを取り付けて、こんな感じで、これでやってみたいと思います。こういうね、狭いところとかもね、これであと入っていったらいいっすよね。あと、こういう狭いところも、これはいいかもしれない。はい、あとは下のこのマットですね。ここは結構ね、砂ぼこりが溜まりやすいので、こういうとこも掃除機あるとすごい便利だと思います。ここはブラシをちょっと長めにして、これでやってみたいと思います。ああ、取れる取れる。すごい取れる。いやー、これすごい取れますね、砂ぼこり。気持ちいいぐらい取れます。はい、あと嬉しいポイントがですね、このサイズ、これちょうどですね、このドリンクホルダーにスポッと入るんですよ。こんな感じ。これいいっすよね。ドア側のドリンクホルダーにもこうやってスポッと収まります。これいいですね。充電がなくなったら、車からですね、こんな感じで充電しておけばね、走行中に充電しておけば、電源もバッチリ確保できると。はい、やっぱり思った通り、これ車ですごい活躍してくれますね。なので、まあ、このコンパクトサイズなのでね、車に常備しておくのもいいかなというふうに思います。
はい、というわけでこちらのミニハンディクリーナーレビューしてきました。本当にね、 USB で充電できるので、家でも会社でも車でもどこでも手軽に使えるよということですね。まあ僕的には車で使うのがすごいね、相性いいかなと思いました。車の中にこれね常備しておいて、汚れたらすぐささっと掃除できるっていうのがねすごいいいなと思いました。良かった点とイマイチだった点なんですけど、まず良かった点はやっぱりね、このデザイン、もう掃除機とは思えないこのおしゃれなデザイン、これがやっぱ一番ですよね。あとね、掃除機の吸引力がすごい強いので、車の中のね、砂ぼこりとかも本当によく吸い込んでくれました。でそれに対していまいちだった点は音がうるさいこれは掃除機なのでしょうがないんですけど、ある程度音が出るっていうのはしょうがないですけど、ちょっと音がうるさいなっていう印象がありました。でもう一つのいまいちだった点は、エアーダスターとして使う時のこの出す威力がそんなに強くない。吸引力は結構あるんですけど、出す方の力はねそんな強くないかなと思いました。まあエアーダスターとして使う場面はそんなにないかなとは思うんですけどね、まあ、そんなところです。はい、というわけでこのねおしゃれなミニハンディクリーナー気になるぞという方は、動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでチェックしてみてください。というわけで今回の動画が良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタ、ツイッター、フェイスブックなど SNS もやってますので、そちらもよかったら遊びに来てください。ではさようなら。